バカガイは、イハーコーバカガイ状かバカガイかバカガイ属に分類される2枚以外の一種。東南アジアから東アジア南部にかけての旋回に分布する。関東地方では、アサリやハマグリなどと並んで食用として馴染み深い貝であり、日本語では食用加工品となった状態の南体部位全体を、指して青ヤギとも呼ぶ。キゴミハル、タネショウミ名チャニエンススは中国のイ ワミオウのバカガイの名の由来については諸説ある。拡張は8センチメートルほどで、殻は薄くて脆い。殻の外側は高褐色の殻側を被り、肉色を帯びた灰白色で、後端部は淡紫色をしている。ベトナム、台湾、中国南部、朝鮮南部、日本など、東南アジアから東アジア南部にかけての旋回のうち、内湾の砂底に生息する。 産卵は2から9月の長期にわたって徐々に行われる。不足は人手などの外敵から身を守るために砂の中に潜るのに使われる。潜る速さはあさり、ハマグリに比べて最も速い。また、不足を使ってのジャンプを繰り返すことで外敵から逃げることが可能である。ハマグリは殻を強く閉じて身を守るが、バカガイは閉じる力は弱いため、 逃げ延びて身を守る方法をとっているのである。バカガイのむきみを作る深川のむきみ女を描いた歌川国吉の浮世絵。寿司の種としては青柳と呼び全国的にも広く認知されるようになっている。この名はバカガイともほぐせるものを寿司ネタとして教したり品書きに表したりすることを嫌った江戸時代の江戸前寿司の職人が当時の江戸周辺地域におけるバカガイの 一大集積地であった、和佐国一市原郡青柳の地名に代表させて、これを画商として呼び変えたのが始まりである。従って、青柳は貝殻を取り除いた、南大部位全体を指す語であり、必ずしも、バカガの別称とは言えない。なお、市原市の青柳は現代ではバカガを扱っておらず、関東圏における、現代のバカ街の集積地は、千葉県富津市となっている。 計画筋をより分けたものは、小柱または、あられ、不足の部分のみにされたものは、絶切れと呼ばれる。青柳や下切れは、握り寿司やヌたなどに、小柱は、かき揚げや、釜飯、軍艦巻きやかけそばの種などにされる。水中に生息するため、酸欠に弱く、砂抜きができないため、身全体は食べられない。初期の深川藩はアサリでなくバカ貝を使用していた。干物にしたものは、 珍味として珍重されている。干物については、むき身をそのまま乾燥させたものは、桜貝、不足を引き伸ばして乾燥させたものは、姫貝と呼ばれる。千葉県の郷土料理ともなっている、なめろうや、サンガ焼きにも使用されることがある。調理法、編集会をできるだけ広い容器で普通に砂抜きをした。あと、さらに鍋に熱湯を沸かし塩を少々入れ、軽く湯がく。口を開いたら、 すぐ打ち上げて一粒ずつ指で砂が溜まった部分を取り除く。この状態で食べることも可能。ありがとうございます。